あ、そうじゃん、いっぱいあんじゃん。ニノがと、会社辞めたりとか、生田斗真さんが会社辞めたりとかっていうのありましたよね。うん。まあ、相次ぐでしょうね。それは。まあ、僕はなんかこう、どういう形になったとしても、そのファンの人が、あの事務所じゃないと応援できないってわけじゃないと思うので、まあ、変わらず応援するだろうなとは思いますけど。でも言う人いるじゃないですか。なんかその事務所を辞めたことをすごくネガティブに捉えて、なんかなんで一人で出るんですかみたいな、がっかりですみたいなこと言う人いるけど、まあ僕はそういう人は何言ってももういろいろと言ってくるような人だから、あんまり気にしなくていいかなと思います。うん。ファンの方は全員大事なんだと思うけど、でもそういうすごく本人が今こそ支えてよって思う時に何か足を引っ張るようなことをする人って僕はもうファンじゃないと思うので、未来を応援してくれる、一緒に歩いて進んでくれるっていう人だけに、まあ、力を注げばいいんじゃないかなと思いますね。僕もそうしたいので。ファンだから後ろ向きにとか、まあ、さっきの AI のこともそうですけど、AI の淳面白くないっていう人はもう僕は、あ、いいです。なんかそういう愛のないコメントしてくるんだったら、ここを改善、いや、つまらなかったんでここを改善してほしいとかだったら全然わかるんだけど。うん、まあ、全然、独立された人も変わらず応援したいし、嵐っていうのね、僕はずっと嵐がある限り嵐だってニノが言ったのすげえかっけえなと思いましたね。うん。エージェント契約と独立って何が違うんだろう？独立っていうのはもう完全に自分の、会社だけでやるってことですよね。エージェント契約っていうのは、まあその会社に仕事を取ってきてもらって、で、その仕事をやるか否かっていうのを本人が決めるってことなんで、全く違いますね。エージェント契約と独立っていうのは。独立はもう自分たちが全部やるってことです。営業から何から何まで。何か揉め事が起きた時にも全部独立したっていう人がやるってことですね。僕は吉本興業とマネージメント契約なので。うん。